もうお腹いっぱいなの？もたもたしていたら全部ルフィたちに食べられちゃうわよ。そうだぞ、食べられちゃうぞ。アホ、お前の話をしてんだよ。ええ、大丈夫、ありがとう。何か考え事みたいね。やっと取り戻した私たちの国アラバスタ。及ばずながらその復興を助け、人々を導いて国の力になりたい。それは本当の気持ちなの。あ、いいじゃねえか。そうね、正しいと思うけど。だけど私はルフィさんたちとも離れたくはない。みんなと一緒にこのまま、それも偽りのない私の気持ちなの。ビビちゃんね、みんな、私どうしたらいい？私たちはいつでもあなたの出す答えを尊重するわ。ナミさん、このまま別れることになってもいいの？大切な人なのでしょ？ええ、大切な仲間よ。だからビビの気持ちに寄り添いたいの。今は一緒にいられればそれでいいわ。思い出の中だとしても少しでも長く。明日菜の花の港で12時まで待つとビビに伝えてきたわ。ビビ、今度は一緒に来てくれるのかな？本当か？一緒に来るのか、ビビ？そうね、来てほしいけど、ここは記憶の世界よ。残念だけど答えは変わらないと思うわ。あの時と同じ答えだとしても、ビビちゃんが悩んで出す答えだ。しっかり受け止めねえとな。行くか、ルフィ。よし、行こう。今回メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうした、ルフィ？弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。ルフィさん、みんな本当にありがとう。自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて、この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね。ねえカル、あなたはどうしたい？そんなに似ちまうのか？そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。レシアへ。あとアラバスター、ついてかよ。仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？いやー、それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、
クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。ビビ、来るかな？ええ、きっとあの時と同じ。そうだな、たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気でいたのかよ。よし、みんなフェリーに乗り込め。向かってくるぞ。なんでだよ、前とは違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなあ、見ろ、来たぞビビだ。お別れを言いに来たの。私一緒にはいけません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だからいけません。そっか、私はここに残るけど、じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風に繋がっていれば一度で済むわ。うわThank you.
記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。自称砂人の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。大丈夫か、リム。顔色が悪いみたいだ。別に心配いらないわ。もう戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと。メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。なんだこれ、変な。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー。わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって、これさあ。俺にはさっぱりだ。そうか。じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですか。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機。キューブの情報を。名前はムクチー。それでそのムクチーはな。説明するわ。すげえ技術だが。そう、ムクチーは昔っく合成の理屈は。それに今は動かすことさえできない。アディオのやつもそう言ってたな。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて息の合った二人にしか使えないから。腕が四本あれば一人で使えたかもね。あら、四本あればいいのかしら。